皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はドイツのミュンヘンからだいたい車で30分ぐらいのところにあるデルタオフロードカンパニーっていうところにやってきました。こちらはもういろんな車の上げ系カスタマイズをしている会社になります。今回この会社どんなことをやってるのか詳しくご紹介したいと思います。結構知ってる人もいるんじゃないかなと思います。で、今回この会社対応してくれるセバスチャンさんが中を案内してくれるそうなんで動画でお届けしたいと思います。早速こっちの水色のディフェンダー、これ実はこのデルタの社長の車みたいです。これ水色にラッピングされて、でこのルーフラックがついて、これが通勤車とはめちゃくちゃおしゃれ。あ、ちゃんと背面タイヤカバーもデルタになってる。で、実は僕この会社10年ぐらい前に知ってて、まあ、なんでかっていうとミニのリフトアップ、僕ミニ の専門店のメカニックやらせていただいたんで、その時にリフトアップのデモカーを作ろうと、その時に唯一多分世界中で多分ミニ出てそんな経ってなかった頃なんで、世界中でミニをリフトアップした会社これデルタと多分アメリカの会社ぐらいだったんですよね。で、このデルタは緑色のクーパーをリフトアップして、それにおーってなって同じのを作るって言ったのが実は最初だったりします。で、他にもいろんなメーカーのこの上げ系カスタマイズ、しかも本気で走れるやつをいろいろ作ってる会社みたいです。で、ちなみにミニつながりで言うと実は X レイドのホイールもこの会社が作ってるそうです。で、こっちのゲレンデはお客さんの車みたいです。デルタのホイールが装着されてます。今立ち話でいろいろ話を聞いてたらとんでもないゲレンデ登場しました。止め方がかっこいい。まずこれなんと今回乗れるそうです。会社の車みたいです。デモカーなのかな。これ10センチぐらい車高が上がってオフロード仕様になってるそうです。で、ヨーロッパでも、まあ、いろんな会社ちょっと回らせてもらったんですけど、ヨーロッパでももう本当にガチンコでオフロード走る人とこのファッションちょっとこう上げ系カスタムの両方に分かれるみたいです。で、デルタはもう本当にガチンコで走れるやつもしっかり作ってると、まあ、当然そのこの仕様にして街乗りにする方もたくさんいらっしゃるそうです。ショックも交換されてて、あ、ショックは交換してないんか。あ、これスプリング、アイバッハのスプリングで上げてるんだ。これショック純正だな。すいません、独り言で。そしてこのホイールもデルタのオリジナルのホイール、コンケーブもなかなかしててちょっとオフロードな感じ。そしてタイヤはミッキートンプソン。そしてサイズが 35×12.5、 もうガンガンオフロード走ってきましたって感じですね。で、このブルバーもデルタのオリジナルのやつ、そしてピアのヘッドライト、あそこに付いてるライトもピア。あ、そうなんだ。で、これ新作のホイールと、うん、ワイドボディも全部。あ、これワイドボディか、はい、随分出てるなと思ったん。で、あとここのタイヤ、うん、が、うん、ここがエクスクルーシブディーラーらしい。あ、そうなんだ。ミッキー・トンプソンのエクスクルーシブディーラーなんだ。もうガチンコだね。すごい。めっちゃいいタイヤ。これワイドどれぐらいワイドになってるの？ This is a 40mm wider than the AMG Fender version. 40mm ワイドなんだ。AMG ひ。ああ、AMG Fender からさらに 40mm 出てる。だから合計 80mm か。これいいね、純正ルックで。いかつ。で、リアの背面タイヤもこっちに向いてついてて。登っていいよ。え、登っていいの？どういうこと？あ、そういうことか。It just has to be sporty, sporty. あ、サポートしてくれるから。And there, and there. このもうガチンコでお届けしてますんで。ここを乗っかって。わ、すごい。なんと今ゲレンデの上に登っちゃいました。すごい。このこれ島板鋼板って言うんだっけ、はい、全部これでもう全然ビクともしない。そしてこのステップで登るようになってる。だ、本当にガチンコで使えるやつ。なんちゃってのちょっとファッションのオフロードじゃなくて本当にガチンコで使えるオフロードのパーツを作ってる会社です。そしていきなり訪問したのにこんなことをさせてくれるという、いや、すごい。で、この純正だとひっくり返してついてんだよね、ホイールって、はい、
でそれをひっくり返してこう表にしてつけるキットでこのこれがついてると。でこのステップこれいいね。これちょっと使う使わない別にしてつけたい。でトーフックもついてて、ヨーロッパめちゃめちゃトーフックの装着率が高い。もうセダンもあのハッチバックもあとまあワゴンとかもでもう本当にいろんなものを引っ張ってる。でこの辺がめちゃくちゃ似合う。ドイツもコロナで人が集まるとこ行けなくなっちゃったんで、オフロードキャンプの需要がめちゃくちゃ増えたらしいです。このローダーっていうタイヤがデルタのオリジナルのタイヤらしいです。もうタイヤまでちょっとその製造に関わるという社長の名字、うん、あ、社長の名字がついてるんだ。へえ。ちょっとまずこの車が日本で売ってないから何なのかわからないこれどこの何、こういう見たことない大きいワゴンがヨーロッパめちゃくちゃ走ってるんですよね。げー、これもちゃんと登れるようになってて、これ何これ、サンドラダー、サンドラダー、あー砂とかこうスタックした時にこれ引いて出てくるんだ。もうガチのやつじゃん。もう作業場に潜入いたしました。こんなとこ撮ってる日本人の YouTube チャンネルないんじゃないでしょうか。これがさっき見てもらったホイールのリング、あー全部ちゃんと緩み止めも塗ってあって、フットリッチが山ほど組み込まれてます。このミニからの僕の流れを知ってる方だと見たことあるんじゃないでしょうか。はい、すごく参考にさせていただきました。こっちもデルタのオリジナルのホイールが、この日本製のこのピアノライト、これをドイツで販売してる会社みたいです。で奥ではこんな感じでタイヤの組み込みが行われてます。すげえ。でこれを見せてくれるんだね。しかもなんとこの倉庫の脇には CNC、 要は金属加工する大型の機械が入ってます。あ、ジャパニーズマシンなんだこれ。森崎の、へえ、なんか嬉しいうわすごい、これ全部削ってるんだ。これがこの機械から削り出されたホイールみたいです。ちゃんとデルタのロゴも入ってすごい、ラウンドもなんか、あ、でこれから穴開けるんだ。さあこちらなんですけど、これなんとビードロックの中に入るこの硬いゴム製のインナーみたいです。でこれが入ることによって、要はそのパンクしても走れる、パンクしてもビードがこうタイヤから外れない、こうガチッと押さえる、その中身みたいです。めちゃくちゃ重たい、こんなのも用意できるみたいです。すごっ、何キロぐらいあるだろうこれ。10キロぐらいあるかな。重たいとかそれは関係ないんだよね。もうだからこれパンクしても 0PSI って言ってたんで、パンクしてもエアが全く入ってない状態でも、まあ、もちろんタイヤ潰れるんですけど走れる仕様になってるみたいで、そっちにはもう本当にトラック用のガチンコビードロック、さっき見てもらった赤いそのインナーが入ってるやつがこれみたいです。これが聞いたらなんか80キロぐらいあるらしいです。で普通のタイヤの組み込みと違って、こう入れてこのリングをこう止めて、まあ、タイヤが出来上がると、そんな仕組みになってる。でこれ、まあ、このホイールもそうだし、まあ、さっき見てもらったデルタのホイールとかもすっごいシンプルなデザインじゃないですか。穴が開いてるだけっていう、だからちょっとそのデザイン的にどうなのとかっていうのは一瞬僕思ったんですけど、そうじゃなくて、あの強度のためにそういう風になってるみたいです。だから鍛造のモデルもあるんですけど、めちゃくちゃ重たいんですよ。ただ1本でなんと2トンまで耐えられる設計になってるそうです。だからもう鍛造のその軽いとかっていうところに、同じ質量で軽いっていうところに、あの特化しないで本当に強度のところに特化させて超えるみたいです。ちょっとその日本だとどうしてもそのファッションオフロードみたいなのが多いんで、なかなかちょっとこの感覚っていうのは伝わらないかもしれないですけど、本当にガチンコのやつ、まあ、X レイドのホイール作ってたぐらいなんで、まあ、とんでもないことやってるメーカーみたいです。これがビードロックの中身みたいです。僕も中身がこれあるって知りませんでした。単純にこのビードをバチンと止めるだけかと思ったら、そうじゃなくて、あーなるほど、じゃあタイヤの組み方も入れて、これ入れてここで止めて組むという、だからチェンジャーいらないんです。でこれで内側押さえるから、まあ、要はビードが落ちない、まあ、パンクしてるタイヤで走っても脱げちゃわないっていう、ガチンコだね。もうさあ続いて2階に行きます。どんだけマニアックやねんっていう話なんですけど、ご了承ください。すごい、もう全部ホイール
はあ、ここから世界中のそのオフロードファン、まあ、もちろんドイツ国内含め、このガチンコで使えるデルタのホイールがデリバリーされてるそうです。すげえこれ。ああ、それで押さえるんだ。で、組み上がったらこっちでバランス取る。とにかくめちゃくちゃ重たい。さっき見てもらったのなんか80キロあるんで、自動というか半自動でこのセットできるやつ。そしてオフロードのタイヤっていうとウェイトがめちゃくちゃ必要なんですよね。あー、結構狂ってない。結構この手だともう100とか150とか狂っちゃう人なんですけど、割と優秀。これなんと社長のお父さんの車みたいです。むちゃくちゃ古いジムニー。これ2サイクルじゃないの？これ社長のお父さんの車で時々乗ってるそうです。これ2サイクルじゃないのかな。 LJ80 LJ なんだ。It's a grandfather, I think, of the chimney. もうジムニーのご先祖様。さあ、そしてちょっと場所は移動してきたんですけど、このちょっと田舎な町にあるこのフォードのディーラー、こちらもなんとデルタがやってるみたいです。フォードのレンジャーもしっかり、ディーラーにこのゴリゴリの改造車が入ってるっていうのがもうなんからしくっていいかなっていう。で、これは上げ系カスタムがしっかりしてあって、でデルタはもう全部本気で走ってる車なんで、こんな感じでオリジナルのブルバーもついてます。で、ピアのディーラーはもうなんか30年ぐらいやってて、非常に長い取引の実績があるみたいです。品質も最高って言ってました。で、これはクーパーのタイヤかな。で、オリジナルのオーバーフェンダーがついて、後ろも同じようにオリジナルのオーバーフェンダーがついてる。で、ステップもオリジナルになってると。これボディリフトっすね。サスペンション交換して、なおかつこのボディとフレームの間にこのブロック入れてボディリフトもしてある。で、ボディリフトなんでいろいろ届かなくなるものもあるんで、その辺も多分全部延長してあるんだと思います。こんなの日本で乗ってたらめちゃくちゃかっこいいなっていう。もちろんフォードのレンジャーは日本で正規で入ってないと思うんで、まあ、例えば代わりにハイラックスでやったりだとか、その辺でやってみてもすごい面白いんじゃないかな。で、トーフックもこんな感じで、これかっこいいな。そしてこちら三菱アウトランダーって言ったかなのピックアップ。これも日本に入ってないやつですね。これもボディリフトと足回りの交換で車高が上がってます。で、当然デルタのホイール、全然軽くないんですけど、代わりに強度耐荷重がめちゃくちゃあるという。で、これも専用のブルバーが入って、ピアノライトで、このデカールとで、ラックもこのチッピングが塗装がされたザラザラのラックがこんな感じで乗っかってて、なんかこういうもう傷とか汚れ全然気にせず乗れる、すごいかっこいいと思います。で、案内してくれたセバスチャンももちろんオフロード大好きで、まあ人の車だったら喜んで乗るって言ってました。なんと今隣ガソリンスタンドになってるんですけど、そこにちょっと珍しい車が来てると。これジープのすげえ古いやつかな。こんなのが普通に走ってるっていう。うわー、すごい。What is it? automatic. 41年式のジープウィリーっていう車みたいです。バネがだってリーフスプリングだもんね。レストアしてあるのかな。これいいね。で、これもやっぱりヘリテージなんだね。30年以上でヘリテージ。あ、30年経つとヘリテージなんだ。で、なんかその税金の優遇だったりとかっていうのもあるみたいです。だからこういうクラシックの文化もすごく根付いてるし、こういうのが走ってて、なおかつああいうのも走ってる。だからこのドイツの車文化とオフロード文化と、ちょっとなんとなく皆さんに伝わったら嬉しいです。これかっこいい。そして奥様は車に興味がないのはやっぱり万国共通みたいです。あ、やっぱりこの紐はするんで。当然ヘッドレストもシートベルトもないですけど、
バイバイ。See you。さあ続いてデルタのワークショップの方を見てみたいと思います。ここはフォードのディーラーのその整備のところも兼ねてるんで、まあ、非常に綺麗で設備も整ってるみたいです。こんな感じで非常に設備が整ったところで例の上げてる車とかが全部やってるみたいです。これ日本には正規で入ってきてないんですけど、ベンツのスプリンターっていうこの大型のバン、これバリエーションがすごくあって、すごい長いのとか屋根が低いのから高いのまでいろいろあるんですけど、これをこんな感じでカスタマイズするっていうのがもう超定番メニューで、もう毎日のようにこんな感じで作ってるみたいです。車高を上げてホイールをこのめちゃくちゃ強度のあるホイールにして、タイヤもこうゴリゴリのタイヤを履いて、でブルバーつけてライトつけて、でこれでキャンプに行ったりオフロードに行ったりいろんなとこ遊び行ったりするみたいです。でこっちのスプリンターもこんな感じで車高が上がってラッピングされて、これはでもデルタのロゴ入ってるんで多分カンパニーカーだと思います。なんかすごいアメ車の文化もあるみたいで、このマスタング、なんか先月このモロッコフェスティバル2022っていうこのイベントをモロッコで走ってきたみたいです。あの会長が、会長の車、会長が乗ってきたんですよ。非常にご年配の会長がこれを乗って走ってきたみたいです。でさっき一緒に食事させてもらって、オフロード乗るんですかって言ったら当たり前だろって言ってました。であっちは汚れた車を洗車するらしいです。もう高さ本当に4メートルぐらいあるんで、さっきのスプリンターなんかも余裕で入る。はあ、ガチンコのオフロード屋さんなんだね。さあまたまた場所が変わりまして、ちょっとさっき行ったところから車で15分ぐらいのところにやってまいりました。そこにすごい車がありました。こちらです。じゃーん、なんと992の上げ。これちょっとポルシェでも最近なんかサファリを作ってるとかなんとかって結構ちょっと出てましたけど、もういました。これご覧ください。デルタのホイールに交換されて、もう全部デルタ削ってやってるんで、このブレーキのクリアランス、もう超絶クリアランスで、このホイール 235-55-18 インチという、18ないんじゃない、992設定ないよね、多分インチダウン。そしてタイヤはクロス、あ、コンチネンタルのクロスコンタクト、オールシーズンから。そして足回りも交換されてると。でこれ上げは、ブロックと一応足回り交換で上げてるみたいです。でこれなんちゃってじゃなくて、さっき見せてもらったんですけど、フィンランドかどっかで爆走する動画もありました。だ本当にこれで走っちゃうという、いかにこの狂ったことをやってる会社なのかちょっと分かりいただけたと思います。で前はこの追加でライトがついてたりとか、さすがに車がこれなんで、ゲレンデの上げた車とかああいう車みたいな使い方はできないみたいなんですけど、まあ、このポルシェの持ってるとんでもないスペックがオフロードで活かせるという。そして今回は外したんですけど、本来はここに大型のラックもついて、もうゴリゴリのオフロード仕様になってるみたいです。でこの車一応ラッピングされてて、まあ、オーバーフェンダーももちろんついてるんですけど、まあ、いろんなとこがちょっとカラフルになってるという。でちょっと今回来て思ったんですけど、ラッピングも、まあ、もちろんその色替えの目的もあるんですけど、多分オフロード走るんで、そのボディを守る意味合いでもちょっと貼ってるんじゃないかな。だからうちのよくその色替えとかでやってる、ちょっとそういうもうすごいもう細かいところまで貼り込んだっていうよりかは、まあ、割とこう大雑把な感じだけど、すごくなんかそれが合ってる車の使い方に。これはすごい。でですよ皆さん、はい、なんとこの車これから乗っていいっていうことなんで、ちょっと乗ってみたいと思います。なんとレザーパッケージ入りということで、これギャップ、意外に乗り心地がいい。おおやばい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 、でも結構リフトするね、すげえ。これはちょっと初体験だわ。そしてライトはやっぱり思いっきり見えます。このフロントガラスが信じられないくらい見えます。で多分空気抵抗とかはもちろん悪くなってる。
でもそもそもこの車高とこのタイヤオイルの時点でそんな飛ばすっていうのはもう多少スポイルしてもしょうがないって思うので、これでありなんでしょう。さあアウトバーンやってまいりました。うわこれよかった、これ乗ってて。うわハイエー、これでも移動中にこれに遭遇したらちょっとビビるよね。何あれっつって意外に静か。あ、意外に静か。もっとオールシーズンのゴツゴツタイヤだからうるさいの想像してたんですけど、全然静か。さっき乗ったゲレンデはさすがにうるさかったんですけど、全然レンタカーの Q3 と変わらないんで、むしろ静かぐらいだよ。ここ？あ、これ登っていくんだ。これこの車で入ってくるところじゃないよね、もう。やばいやばいやばい。すげえ、工事現場じゃん。すげえ。やばい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 。マジでポルシェ992がもう砂漠走ったみたいになってる。すごい。いやーちょっと今回改造車ジャーナリスト冥利につきます。とんでもないものが見れました。これはかっこいいよ。もうアウトバーン200キロ移動できてこの走りができる、そしてこんなに汚くなっても気にしない、むしろかっこいい。これちょっとぜひ日本で見てみたいです。興味のある方デルタパーツ取れますんで、ぜひボンドグループまでお問い合わせください。やばい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 。これポルシェドラゴン効かないの、これ西が。今ちなみに100メーター読みで200キロです。210キロまで。多分タイヤの外径大きくなってるんで、もうちょっと出てるかもしれない。はい。さあというわけで今回このドイツにあるデルタっていうすごく面白い会社の様子をお届けしました。デルタいろんなホイールだったりオフロードのパーツ作ってますんで、まあ特にそのヨーロッパでしか走ってない車なんかもあるんですけど、まあ日本で走ってるこういう人気のゲレンデとかにもいろんなパーツ出てますので、ぜひボンドグループにお問い合わせください。で乗らせてもらったサファリみたいな仕様の99に同じの作ることもおそらくボンドでできると思いますんで、ぜひお問い合わせください。ドイツの旅はもうちょっとだけ続きます。というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。